はい、今日もあなたと百姓天国。本日は9月の17、17まで来ましたか。日曜日ですね。はい、ということで、いや昨日そして今日とどうですか皆さん。これ暑すぎますよ。ダウンですね。はい、昨日はねちょっともう朝体調がねどうしようもなくてね。で、あの暑さだったでしょ、もう無理と思いました。昨日はねちょっと、休みましたね。もう足がねやっぱりちょっとダメなんでね、はい、ダメージがちょっとその何日か前に3時間床で這いつくばりましたんでね、はい。救急車呼ぼうかと思いましたけど、呼んだら人生2回目の救急車だったんですけどね、はい、まあまあ呼んだってほらどうにかなるもんじゃないんでね、うん、それでまあ呼ばなかったんですけど、ちょっと失神一歩手前まで追い込まれました。それ待ってね、ちょっと昨日はああいう時ってほら僕ほら尿管結石前救急車乗った時ね、あれ何年前だ、10年ぐらい前かね、ちょうど10年ぐらい前だと思うんだけど、尿管結石でね救急車呼んだんですよ。その時は尿管結石って知らないから、尋常じゃない痛さじゃないですか、尿管結石ってね。そのやったことある人だと分かると思うんですけど、まあ男性においての多分痛さナンバーワンって言われてるんですよね。で、ただね、僕今回その太ももがつってる症状は尿管結石より痛いんですよ。尿管結石はね、もうずっとあれから10年付き合って、たまに痛い時ありますけど、まあ大丈夫ですね。尿管結石で死ぬことはないので、ただ痛いだけなんでね。ただやっぱり尿管結石も痛い時は本当に飛行機とかね、ああやってもうなんか乗ってる時とか、そういう時に痛くなると、皆さんだから結石持ちは座薬持ってると思うんですけど、本当に座薬入れないともうアウトなんでね。僕も基本的にはだから痛み止めは持つようにはしてるんですけど、うん、なので普段からね必ず1日2リットル水を飲めばまあ大丈夫なんですけどね。そうだから3日前はちょっとねその限界を超えましてね、痛みがありまして、それで3時間なんとか釣り自体はね、足の釣り自体は3、40分続いてそれで終わったんですけど、その後ね尋常じゃない汗をかきましてね、ちょっとこれは脱水症状になるなと思ってね、3時間もうちょっと起き上がれずにね、頭を上げようとしたらこうもう頭がフラフラだったんでね、はい、そんなこともあって昨日は一応ね、この暑さなんか今日出たら多分倒れるなと本当に思ったんでね、昨日は出なかったんですね、はい、2日連続出ないってわけにいかないで今日出てきたんですけどね。この暑さたまんねえなこれ、本当に9月の17ですよ皆さん、真夏じゃん、どうなってんのよ、誰か何とかして。誰でもいいよ、もう無理よこんなの、残暑じゃないじゃん、本番じゃん。残暑っていうのはあれでしょ、何かこう本番があってね、アンコールというか付け足しでこうずっと暑いのが続いていて、最後ちょろっと暑いよと、余熱ですよと、そういうノリだと思うんだけど、違うじゃん、本番じゃん。ということでやってられませんこんなことは、はい、と言いつつね、仕事はせんといかんので、仕事は山積みですよ皆さん、はい、やることは山ほどありますよ。秋の前半がねあんな状況になっちゃいましたんで、作付けもせんといかんし、そしてこの太陽熱マルチね、見てください、今日今から店やりますけど、草生えてきたのね、私の提唱してるオーガニック支援栽培ね、草があったらダメだっつってるわけですよ、で俺を草生やしたらね、それは飽きませんわね、草があったら野菜できないよっつってるのにね、草生やしてちゃそれは野菜はできんわけでね、創業者がそういうこと言ってたらダメなわけですだからね、あー疲れた、あーしんど、まあでもこの暑さでね喜んでるのは何ですか、人参はだから生育いいですけどね、やっぱちょっと1週間に1回雨降ってくれないと、でもここのところ多分
1週間ずっと1、2週間ずっと雨がないですよね。だからやっぱりこれ残暑じゃなくて夏なんですよまだ。はい、本当に冗談じゃなく。だからってことはね、何かっていうと、あの9月末までが夏なんですよ、もうこの国は。はい、で10月半ばぐらいから秋が始まって、11月からまあ冬なんですよっていう。だから11月が秋、11月、そうですね、だから10月の半ばから11月の終わりぐらいまで1ヶ月半しか秋がないっていうことですよ。7、8、9はもう夏なんですよ。はい、そうなりましたこの国は。はい、なので秋が本当に短くなりましたね。そういうことです。いやいや、どうですか皆さん、まだアクションカメラが届かなくてね、これもしかしたら詐欺に遭ってるかもしれないですね皆さんアクションカメラ届くのを祈ってください。参りましたな。よいしょ、よいしょ、撮影できてます。これまた暑さでね、またカメラ止まると思うんでね、恐縮ですけど。撮れてる？多分本当にもうこんだけ暑いとカメラ、あのスマホなんでね、止まると思いますんでご理解ください。アクションカメラ来るまで、アクションカメラの方はね結構止まらないんですよ。あの 2,30 分撮影しててもね、あれの方がやっぱり暑さの耐性はあるね。スマホは本当に暑さに弱いね。なのでご理解ください。今日もね、あの人参完成しないとね、もう9月になったら1週間に1回ぐらい雨降るからいいかなと思ったけど、ダメですねこれ、完成しないとダメです。あとね2回、来週、再来週9月の終わりで最後なんでね。いやいや参りますな。でもこの暑さだとどうなんかね。まあその暑さっていうことで言うとね、こうね、もう多分5年に1回ぐらいはもうこれだけ暑い夏が続くとなると、あのね、私農業の世界に入ってこれで30年近くですけど、こうあのこういう栽培のねデータっていうのももう当てにならなくなってくるんですよね。もう私が研修を始めた本当にね、にあの今から二十数年前はあのもうちょっと涼しかったでしょ。そうするとねデータがもう当てにならないね、そんな感じですよね。ちょっと足がね悪いんで、この柵を乗り越え、いっくらセット、はいしょ、いっくらセット、こいつですね、こいつが生えてくるんです。これこのつる性のこれ、こいつらね、まあどう結構ねこの畑のねマイナス要因はこれですね。こいつがだから耐熱マルチでもしかしてね、あの効かない、普通の畑だったらいいですけど、しょっちゅうね何ヶ月に1回耕すですけど、こうやって連作やるとね、もしかしたらこれでここでの太陽熱マルチが難しくなる原因はおそらくこいつかなと思いますね。はい、こうやって地下茎でこう生えてくるんだね。よいしょ、もうしょうがないんですけどね。はい、よくらせ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はいはい、どうしような、そっちはいいとしてここ貼ろうかね、こっち側貼りましょう、届くかな、よいしょ、はあ、どういうふうにやっていくのがいいだ、とりあえずここ貼るか、はあ、草を生やしたら終わりなんですよ。よいしょ、
ちょっと狭かったな。まあいいか、しょうがないね。ちょっと狭かったね。ここが一番広かったか。届かんね。ちょっと厳しかったけど、まあいい。よし、ふあ、入られてるな。新しく、どう、どっからかやっぱ入るか。まあ無理してでも入ろうとするからな、動物はね。イチローさんの引退の、今ね引退して何やってるか、なんか楽しく野球やってるじゃないですか。イチローさんのインタビューでね、その今どんな感じですかみたいなのがあって、今本当に野球をやるのが楽しいっつってね、アマチュアの人たちに教えながら楽しくやってるみたいですよね。でその中のインタビューでね、現役の時とはどうですかみたいな話があってね、現役の時は野球を楽しいと思ったことはほとんどないとでね、逆にその楽しんではいけないんだと、プロである以上お金をもらってね野球をやらせてもらってる立場で、プロである以上本人が野球を楽しんではいけないと、そういうことをおっしゃってるわけですね。これはやっぱり多分ね、全ての仕事をやってるね、仕事というものは何かね、お金を頂戴してそれでねやってること、全てに言えることだと思うんですよね。何か人様を喜ばせるね、お金を頂戴して何か商品をお届けするね、何でもそうだと思うんですよね。サービスでも何でもね、お金を頂戴してそれでね飯を食わせてもらうっていう仕事をやっている限りね、それはやっぱり仕事というのを楽しんではいけないというのことをね、イチローさんはおっしゃってるわけですね。でもちろん最近はね楽しむんだっていうことをよく逆に言われますけど、僕にはよくわからないんですよね。だから何が正解かなんてもちろんないだろうしね、人それぞれでやりたいようにやればいいと思いますけど、僕にとってはイチローさんのあの言ってることの方が腑に落ちるんですよね。で農業ね、これを私のやってるこの職業の農業というところに当てはめた時には、農業というものほどね、自分が生産者である我々、百姓である我々が楽しんではいけないんですよね。楽しむ仕事じゃないです、これは。はい。これはね、誰かの何かのためにやっている仕事ですよ。だから、楽しみたいんだったら家庭菜園でいいわけです。そうですよね。だから家庭菜園の人は楽しみながらやればいいと思うんです。ね。でも僕らは、それではダメなんだと、こういうふうに僕は思います。で、何が必要なんですかって問われたら、4つかなと思うんですよね。義務、プレッシャー、誇りね、あと一つなんだか忘れましたけどつまりそういうものが必要なんですよ。だから一番最初に百姓が背負わなくてはいけないのは義務なんですよ。何かの誰かの義務を背負わなきゃいけないんですよね。だからそういう仕事なんだってことですよね。はい。だからそれがね、現代の基準に合わせればそういう仕事はねしんどいですよね。当たり前じゃないですか。
でも食料って本来そういうものでしょ。命に関わることなんですから、それがね簡単であってはむしろいけないということですよ。皆さんどう思われます？遊びで農産物を作られたものを食べたいですか？僕は違うと思いますね。そのレベルで人の口に入るものを作られたら困ると思いません？はい、僕はそう考えてますよ。だから百姓が苦しい、生産者が苦しいのは当たり前ですよ。その苦しみの中から生まれることによって、だから命の糧になるんですよ。僕はそう考えてますね。はい、だから一郎さんの言うようなことに僕は激しく同意いたしますよね。皆さんどう思われますか？